ああ、早く跡取りに会いたいわ。私も早くお腹の赤ちゃんに会いたいです。あなたの子じゃなくて、長男嫁の子が欲しいんだけどね。え？ひとみさんったら今月もダメだったらしいわ。そうなんですか？お姉さん落ち込んでないといいですが。落ち込む暇なんてないわ。不妊治療にも通っているのに、お金の無駄よ。そこまで言わなくてもいいと思います。今まで甘やかしてきたからこうなってしまったの。私がアドバイスをしても適当に受け流すだけでやる気を感じないわ。お姉さんが一番ショックだと思うので、温かく見守りましょう。甘いわね。それに子供ができないのは絶対ひとみさんが原因よ。検査をしたんですか？いやいや、聞いてないからわからないけど、絶対そうに決まってる。決めつけは良くないです。圭介は今まで大きな病気もしたことないし、至って健康体なの。不妊の原因なんて一つもない。健康でも実は不妊でしたってことがあるみたいです。私の子に限って絶対ないわ。親戚もみんな結婚後すぐ子供ができているし、嫁が原因としか考えられない。もしかしてストレスが原因とかですかね。私が毎日遊びに行ってあげてるから、ストレス発散ならできてるはずよ。お姉さん大変ですね。私が若ければ代わりに跡取りを埋めたんだけどね。本気で言ってます？冗談でこんなこと言わないわ。それに圭介も私なら喜んでくれると思わない？吐き気が止まりません。それ以上何も言わないでください。まだつわりがひどいのかしら？あなたはダメ嫁と違って結婚後すぐ妊娠したから、なかなかいい嫁よ。お母さんの発想がすごすぎて、ちょっとつわりがぶり返しました。あら、つわり大丈夫？やっぱりダメな義手がいるとあなたも大変よね。いやいやいや、仕事を続けるって聞いたけど心配だわ。流産なんかしたら離婚になっちゃうから気をつけなさいね。何言ってるんですか？ほら、長男嫁みたいにいらない存在になってほしくないのよ。さっきから言い方きつくないですか？あなたには優しくしてあげてるじゃない。私よりもお姉さんに優しくしてください。見ていてすごく心が痛くなります。生意気ね。ちょっと優しくしただけでつけ上がるんだから。今のままだと子供に合わせることはできませんよ。あ、冗談よ。妊娠中は些細なことでもイラってするわよね。分かってくれればそれでいいです。今から検診なので失礼します。あら、忙しい時にごめんなさいね。何かあったらいつでも頼りなさいね。義母は口を開けば跡継ぎを産め、男の子しか許さないと言っていました。そんな中、私の妊娠が発覚。義母に報告しましたが、義手よりも先に妊娠したため祝福されず辛い思いをしました。その一件から義母と距離を置いていましたが、急に態度が一変し、私に優しくなりました。何か裏があるとは思っていましたが、そこには衝撃の事実が隠されていました。2ヶ月後。退院後は迎えに行くから、時間が分かったら連絡してね。産後は里帰りするとお伝えしましたよね。カズマから産後はこっちに来るから準備よろしくって言われたわよ。そんなはずはないです。ちゃんと夫婦で話し合って、産後は実家に里帰りするって決めたので。今さら困るわ。あなたと孫のために部屋を準備してベビー用品もリサイクルショップで爆買いしたのに。初めての子なので、できれば新品で揃えたいし、私もいろいろ準備しています。子供にはお金がかかるから中古で十分よ。衛生面も気になりますし、ベビー用品は自分で準備したのを使いますね。長男嫁に子供ができたらブランド物で揃える予定なの。だからもったいないから使ってもらわないと困る。私のこと差が激しいですね。後取りだからこればっかりは仕方がないの。そうなんですね。いろいろ準備してくれたみたいですが、お気持ちだけ受け取りますね。あなたの実家、車で2時間はかかるよね。産後で運転は危ないから電車で帰省になると思うけど。孫がかわいそう。両親が迎えに来てくれるので大丈夫です。あなたは嫁いできたんだから実家は捨てなさい。いつまで親に甘えるつもり？初めは実家に里帰りする予定はなかったんですが、カズマから育児は手伝わないって言われたので仕方なく帰るんです。当たり前じゃない。仕事を頑張ってるのにどうして家のことまでやらないといけないのよ。妊娠前はイクメンになるって言っていたのに、妊娠した途端子供に興味がなくなったみたいで、正直驚いてます。あなたが原因じゃない？妊娠してからだいぶ太ったわよね。確かに体重は増えましたが、妊娠しているので仕方がないと思うんです。その考え自体が甘えなの。女は常に綺麗でいないと捨てられるわよ。気をつけます。産後は嫁としてのあり方を指導してあげるから、こっちに来なさいよ。どうしても行かないとダメですか？当たり前。私に従わないならあなたの孫なんていらないから。いらないってものじゃないんですよ。外出時は気をつけなさいね。何が起こるかわからないから。何をするつもりですか？私は何もしないわよ。大事な孫がお腹にいるからこれ以上は言わないけど、わかるわよね。わかりました。産後はお世話になります。やっと自分の立場を理解したのね。孫に会うの楽しみにしているわ。1ヶ月後。男の子を産んだのね。でかしたわ。じゃあ長男夫婦に渡しなさい。逆らうなら離婚させるわ。産後で疲れているのにいきなり何ですか？カズマから男の子で確定だよって連絡が来たの。だから生まれてすぐ病室から出て行ったんですね。赤ちゃんの顔もまともに見ず、お母さんに連絡しに行くなんて。これからは長男の子供として育てるから、入院中は大事に面倒見なさいよ。何勝手なこと言ってるんですか？あなたの意見なんてどうでもいいの。とりあえず退院日が分かったら連絡しなさい。絶対教えません。カズマも子供を産んだら兄貴にあげるって言ってたわよ。それに次の子もあげるけどどうするって言ってたから、またお願いする予定なのに。本当にそんな会話をカズマとしたんですか？そうなの。優しい子でしょ。2人して我が子を何だと思ってるんですか？心の底から軽蔑します。別にいいわよ。あなたに拒否権はないし、何とでも言いなさい。こんなひどいことを考える人間だと知っていたら結婚なんかしなかったのに。私にとっては最高の息子よ。それと私の介護要員として女の子も産みなさい。我が子に介護なんか絶対させませんから。一人で介護は大変よ。これはあなたのためを思って言ってるの。まずお母さんの介護はしません。何言ってるの。私のおかげで子供が産めたのにそんなこと言うのね。なんでお母さんのおかげなんですか？カズマ結婚当初子供はいらないって言ってなかった？そうですね。私は子供を望んでいましたが、経済的に不安だから子供は作らないと言われていました。実は子供が嫌いなのよ。すぐ泣くし可愛くないって。だけど私がお兄ちゃんに子供ができないからどうしようって相談したの。でもやっぱり子供は好きだから欲しいって、お金は俺が稼ぐから頑張ろうって言ってくれてたのに。怪しまれないために嘘ついたのよ。まんまと騙されてかわいそう。2人とも子供の命を何だと思ってるんですか？うるさいわね。いいから孫をよこしなさい。私は子供が欲しかったから純粋に嬉しかったのに。3人目は育ててもいいから元気出しなさいよ。1人目も渡すつもりはありません。私の子ですから。ひとみさんが子供を産めばこんなめんどくさいことしなくていいのにね。恨むなら不妊嫁を恨みなさい。お姉さんは関係ないです。お母さんとカズマの人間性の問題です。実は圭介には再婚させるつもりなの。何言ってるんですか？妊娠しないなら嫁を変えれば解決じゃない？だから子供を産めそうな若い女の子を探してるの。お兄さんが知ったらお母さんただじゃ済まないですよ。大丈夫よ。男って何歳になっても若い女の子が好きだから喜んで受け入れてくれるわ。ボケるのは早いぞババア。まだ65歳だからババアの年齢じゃないわよ。間違えました。クソババアでしたね。あんた出産の疲れでおかしくなったんじゃないの？そんな人に孫を渡せないわ。お姉さんからあんたらの悪巧みは聞いてたんだよ。どういうことよ。私のことを心配して教えてくれたんですよ。それにお姉さんは私の子を育てるつもりないですから。私が言うことは絶対なんだから従いなさい。今までは子供の安全を考えて黙って従っていただけです。孫を渡さないなら何するかわからないわよ。それにお兄さんにも全てご報告済みなので。あの子はなんだかんだマザコンだから私の味方よ。残念でした。知らないんですか？お姉さんにベタ惚れなので怒り狂ってましたよ。冗談やめてよ。だって今まで何も言ってこなかったわよ。お姉さんは優しいから心配かけたくなくて黙ってたんです。なので私が教えました。余計なことしてくれたわね。ちなみにお兄さんが仕事辞めたのをご存知ですか？仕事人間のあの子が辞められるわけないじゃない。お姉さんのために仕事を辞めて新しい土地で再スタートさせる、家族とは縁を切るって言ってましたよ。何よそれ。あんな薄情な息子、こっちから縁切ってやる。意外と諦めが早いですね。だからあなたの子を正式な跡取りにしてあげるわ。これで問題解決よ。離婚するので無理です。こんなことで離婚できるわけないわ。ほんと世間知らずね。カズマが浮気してたので十分離婚できますよ。何適当なこと言ってるの。私が妊娠してから毎日帰りが遅いし、時々女性ものの香水の匂いとか私のじゃないピアスが部屋に落ちていたんです。だから更新所に頼んで調査してもらったら簡単に証拠が揃いました。たった一度の浮気で離婚するって情けないわね。それに子供嫌いな人とはこの先やっていけません。別に離婚してもいいけど孫は置いて出ていきなさい。養育費は月10万で面会はなしだから。子供を物扱いする人たちに私の大事な子を渡すわけないでしょ。だったら離婚は認めません。なら裁判ですね。浮気相手にも家庭があるらしいのでバレたら大変だ。脅しなんていい度胸じゃない。私口軽いので近所の人に包み隠さず話しちゃうかも。そんなことさせるもんか。お前の退院日に突撃してやる。病院側には事情を説明してあなたたち2人を面会禁止にしました。騒ぎを起こした場合はすぐ通報するように伝えているのでむしろ来てください。ひどいことするじゃない。私としては暴れてくれた方が離婚が有利に進むのでありがたいです。私に掴まれってこと？そこまで言いませんよ。なのでカズマに記入済みの離婚届を至急実家に送るよう伝えてください。それをしなかったらどうなるのよ。近所にばらして浮気相手の家にも証拠を送ります。そうなると浮気相手の旦那に慰謝料請求されるかもしれませんね。なんでちょっと嬉しそうなのよ。長男にも絶縁され次男も離婚ってかわいそうだと思わないの？飯うますぎて笑いが止まりません。シマウマだって意味わからないこと言わないでよ。ババアには難しかったですね。すみません。私の大事な息子が泣いているので離婚届の件よろしくです。まだ話は終わってないわよ。待ちなさい。後日談。カズマは浮気の事実をばらされたくないのかすぐに離婚に同意しました。そして義母から孫を作れと一点集中で攻撃を受けるようになったせいか、カズマはどんどんおかしくなり、俺の子を産んでくれと会社の女性に言いまくったらしいです。もちろん訴えられてクビになりました。それでも諦められない義母は近所に住む若い女性の家に行き、息子の子を産めと暴れたため逮捕されたそうです。そして久しぶりに元技師から連絡があり、女の子を妊娠したと教えてくれました。私まで嬉しい気持ちになり、無事出産してくれることを願っています。カズマと結婚したことで大変な目に遭いましたが、可愛い息子に出会えたのでよしとします。